こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですねグループディスカッションがスルスル解ける方法ということでお伝えさせていただきますまずですねこの動画はですね我々実はですねまあいろんな形で見学会そしてですね実際にですねグループディスカッションをやって広告を置い点に注意すべきかだっていうことをですね講座でやってるんですそしてイベントでは実際にですねそれを実際に皆さんに試していただく まあその中で,です、ね、皆さんがです、ね、やっぱりです、ね、グループディスカッションをです、ね、やり方が分からないそのままやる方もいるんですけど基本的なことを知っておくと知らないで大きな違い今日は皆さんに知っておくためにこれを作りましたまずはですね受け入れる時の姿勢そして基本の解き方そして議論の設計方法このことがポイントになります今日はこのことについてお話しさせていただきますまずグループディスカッションをやる時のです、ね、基本的な基本姿勢についてお話ししますまずですねグループディスカッションの一つの重要な要素 積極的に参加するこれはですねグループディスカッションは発言しないといけないっていうことなんです発言しない人は評価されません必ず発言をしてくださいそして2つ目グループディスカッションはですね合意形成を目指すということなんです合意形成の意味合いをですね誤解してる人がいるんですけどまず多数決は合意形成とは言いませんいいですねだって合意形成をしないでね賛成反対どっちがいいのって多数決っていうのは合意じゃないんだよねってことそしてもう一つ合意形成ってことです よくですね、今の学生さんが勘違いしてるんですね。じゃあ、これについて議論しよう。僕、こう思うんだよね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 。僕、こう思、ね、うんだよね。じゃあ、みんなの意見まとめて、こうだね。これは一切議論をしていません。わかります議論っていうのはですね、お互い、え、ちょっとそれは僕の考え方とは違うけど、これはどう思うのいやいや、なるほどね。それだすと僕の考え方は君と似てるから、じゃあ、こうしようかと。これが議論で合意するってことなんですね。このことがないとですね、だめだってことなんです。これを理解してください。そして、 共同で取り組まないといけない。共同っていうことはですね、5人から6人のメンバーの中で、1人や2人しか発言してないじゃダメだってことなんですよ。よくあるのがですね、まあ大体5、6人集まるとレベルスターとかグループディスカッション、慣れの部分が違う。そうすると、俺たちが2人だけだよね、結構レベルあるの。じゃあ2人で議論しよう。これダメなんです。日本の企業はですね まあみんなでどうやってやるかってことに対してこだわりがありますから2人だけで議論をした場合にはです、ね、残りの4人が置いてきぼりになったそうした場合には2人が落ちるケースがあるんですみんなをですね巻き込んで議論ができるかこの3要素が基本姿勢と言われていますそして次グループディスカッションの基本的な解き方まずですねグループディスカッションが出て問題が出ていきなりですね議論する人はいません最初にやらなければいけないことは前提確認まあたいグループディスカッションの問題が出るとですねまあ大体 いつどこで誰が何やってなぜやってどのようにやったかって全部定義しちゃうと答えが1つそうするとグループディスカッションは2つぐらいで定義されてるんですねそうするとそれだと議論ができないから他の要素をこういうふうに置きましょうなんです議論がしやすいように前提を置くこれが前提を置く次は目標を確認どのようにこの議論を進めていくか そして、議論の進め方の確認。どのような進め方。これは詳しくこの後で説明します。そして、時間配分をして、議論してまとめる。大体こういう順番でやります。そして次。例えばね、こんな問題が出たら皆さんがどうすればいいか。ハンバーガーショップの売り上げを上げる方法。特に売り上げを上げる方法の問題はよく出る。これがですね、こういう問題が出た時皆さんがやらなければいけないのは、まずこういうことなんです。実際にですね、 まず問題箇所を特定するために使うのが売上は何によって構成されているか売上というものはどのようになっているかっていうことを式に書くという行為がするそしてそこの中の要素の中の原因はどこにあるのか原因分析をして打ち手を検討するいきなり打ち手を検討してはいけない。 この問題売上は構成費は何そしてその中の原因はどこにある、まあ、ボトルネックを見つけるそしてその打ち手の施策を打つこれが基本的な考え方です。さあその中で皆さんがですねグループディスカッションの議論の設計方法で注意しなきゃいけないことはですね議論のプロセスを決めると横にいく軸と深く掘っていくプロセスの設計ごとの論点設計この2つの要素がきちっとできないとですねこういういわゆる課題解決型の問題は解けないんです。 では議論のプロセス設計とはどういうことかというとですねまず A を議論する次に B を議論するそして最後に C を議論する何を議論するのかを決めるということプロセスなんですねこのことはとても重要なんですこれはですねよくファシリテーター、まあ、司会者の人がですねえー、っとアイデア出し何分発散何分じゃダメなんです何を議論する次にこれを議論する議論をするものの順番を決めるこれが議論プロセス設計で最も重要例えば 貯金額を増やす方法を検討してくださいって言われた時にじゃあ何から議論するかそうすると前提の定義をまず議論しようねっていうのを決めますね。その次にを金を妨げる原因を議論しようよそしてその妨げる原因に対しての打ち手を考えてこれが議論の順番を決めるって構造なんですねそして次 プロセスごとのの論点の設計これは深掘りですよねそうすると例えば深掘りするためにはですね「もれなくダブりなく」って概念なんですね特にコンサルティング会社なんかを目指す場合にはこの名、ね、ミーシーといってですねこのこと漏もれなくダブりなく」ってことに対してはよく言われるこれはですね訓練しておく必要があるんですね例えば地球をもれなくダブりなくするために北半球と南半球南半球の中には陸地と海これをですね何々 大陸ってだけに分けちゃうと海はどうしたのってなるだから漏れなくダブりなくっていうのをちゃんと分類するってことをまず学ばなければいけないそして次に商品、まあ、こういう売り上げみたいなものはですねどのように売り上げが分解できるかってこ式を書くってことが重要なんですね。例えば売上っていうのは客、ね、客単価に客数なんです 客単価って何商品をいくつ買ったか1個当たりの商品の単価はいくらそして客数はです、ね、新規の客リピートの客リピートな客は既存の客と利用回数そうするとおのののところにです、ね、購入品数だともっと他のものは売れないか単価は値上げできないのか新しいお客を取り込めないのか既存,、ねね、既存客をリピートの数を増やせられないか頻度を増やせられないか、まあ、こういうことですよね。 そうするとそこのどこがボトルネックでこのボトルネックごとに試作を打っていいくという考え方なんですね例えば論点設計を用いたアイデアの出し方でいうとで例えば日本を代表するお菓子とかですね和菓子を考えてくださいって言うととかお菓子を考えてくださいみたいな問題があると和菓子洋菓子まあ中華とかねで甘いしょっぱい温かい冷たいじゃあ温かいものを白い冷たいものを書き込みねだから食べ物を考えるときに和洋中がある。 そして輪の中に甘いもんしょっぱいもの温かいもん冷たいみたいなこれでまあいわゆる全てのですねとこをですね漏れなく考えることによってまあ全ての論点が整理できるこのことをですねやっぱり学んおく必要が重要ですね。さあ こういうことをすることによってですね皆さんが基本的な考え方考え方を理解すればあとは実際にやってみるしかないんです我々はですねまあ皆さんのですねこういうこと悩んでるなってことを予想して番組を作ってるんだけどさすがに個別の質問には答えられません個別の質問はですね我々実際にですね YouTube 生配信これでやっています それとですね、オープンチャット清水達也の質問部屋、こちらの方でですね、ぜひ、そしてですね、グループディスカッションの今、話題が出ましたけど、我々グループディスカッションはですね、オープンチャット上で皆さんが友達と練習することもできるし、なんと我々のイベントに来ていただくこと、そして我々のですね講座で見学会もあります、実際に皆さんがやります、そして実際に皆さんがイベントに参加することもできます、ぜひですね、皆さんにですね、来ていただければと思います。さあ、 この動画が役に立った場合は高評価ボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いしますそして我々のイベントでお待ちしています